今期2023年夏アニメ海外キャラクターアニメ企画ランキングトップ10! はい、どうも、リトです。というわけでですね、いやー、ついにね、今期もこのね、時期がやってまいりましたということで、海外キャラクターアニメ、今回第1回目、第3週目ですね、こちらのアニメトレインさんね、いつもやってますけども、3歳と、女性キャラも男性キャラも2人も、順番に紹介していきたいと思いますというところで、で、今期に関してね、前期はまさかの可愛いキャラランキングすら上げられないという異常事態が起きたんですけれども、今期に関してはね、どうしましょうね。この前ライブ放送で話してたら、僕もね、来週ぐらいでも上げちゃおうかなと思ったんですけど、まだキャラの魅力は見えきってないですみたいな話を結構いただいて、確かに今そうと言えばそうだなと思いながらね、主題歌ランキングを一番先にやろうかなと思ってますけど、また個人的にね、キャラランキングなんかもやりますので、そちらもお楽しみにお待ちいただけましたら幸いです。まずはね、ひとまず先に海外のキャラ人気事情、どうなってるのかって言って、今期はね、結構まあ僕笑いにしてますけど、やっぱ作品の面白さとキャラの魅力、キャラの可愛さとかが、意外とね、こう逆パターンがあるっていう。作品の話はあれなんだけど、キャラがもうやばいぐらい可愛いとかいう作品が相当多いなっていう、正直僕は思ってる。キャラの可愛さで見れちゃうみたいな。作品結構あるなっていう中で、どんなランキングになってるのかっていうところね、いつも通り3部も女性キャラも男性キャラも2人も、アニメトレインさんのランキング紹介しますのでね、最初から最後までお楽しみいただけたら幸いですというところで、まずですね、女性キャラもトップ10から紹介していきたいと思います。第3週目、まあ、第1回目ですね、アニメトレインね。はい。こちら女性キャラもトップ10、それが、こちらというので、ワタコンミオチャイチェーン。ミオちゃん来たかっていうところでね、正直ちょっと予想が全然つかなかったんですけど、誰が1位なのかっていう中で、来ましたね。いや、ワタコン海外人気もすごいなっていう中で、ミオちゃんなぁ、いいですね。はい。素晴らしいですね。てか、ワタコンも話が面白すぎ、クオリティも非常に高いっていう中で、ミオちゃんが1位と。で、2位が堀京子という子ね。まあ、やっぱその、堀宮もね、めちゃ面白いってこと言ってますけどね。僕はね、堀さんマジ最高だなってこと言ったらね、結構ね、レミちゃんとかいろいろ皆さん推しがね、いらっしゃるというところの中で、まあ、やっぱね、このアニメトレーニングランキングはね、いつも主人公が強いんですよね、基本的に。なんで、まあ、堀宮ってのは堀さんが入ってくるのは、まあ、妥当なところかなと思いますし、マジ可愛いっすね。はい。たまんないっす。ツンデレぐらいがたまんねえなと思いながら。でも僕ね、でもやっぱ堀さんしか勝たんなって僕は思って見てますけど、やっぱね、吉川ちゃんとかね、すげえ人気だったり、あとはまあレミちゃん僕も好きですね、さくらとかね、はい、まあ、いいキャラたくさん盛りだくさんでね、この前はね、もとこちゃん、ゆうらの弟じゃねえわ、妹とか、はい、いいキャラたくさんですけどね、堀さんが、堀宮唯一ランクインですね、2位になってます。第3位が、三日月静香というところね、その名前なんだっていう感じなんですけど、ゾーン100ですね。ワタコンゾーンやっぱ海外非常に高くてですね、そこは 大きく影響したのかなっていうところで、結構びっくりだね。なんか僕はね、まだね、まあ、このキャラ多分最終的にめっちゃ好きになると思うんですけど、まだ出始めたばっかっていう感じなんで、しかも、ホスト人気出したら大丈夫かね。はい、3位という人気です。第4位が一ノ瀬千鶴という子ね、水原ですね。カノカリというか、カノカリさんきマジで面白いんですけど、水原やばいっすね。まあカノカリはね、ミニちゃんっていう新キャラもできてるんですけども、各ヒロインの魅力、まあカズヤの魅力も含めて爆発してます。第5位がミエちゃんという子ね、どうですか。昨日ね、サブチャンネルで、まあ、スキメガに関して動画出させていただいたんですけれども、ミエちゃん、怖いっすね。ね、はい、5位と。海外人気もね、結構高くてね、スキメガね、というのになってます。5位になってます。第6位が、セシリア・ジャキャッシャ。白セージと黒ボクシー。またね、新キャラ、新しい子めっちゃ可愛かったんですけど、セシリアちゃん、可愛いです。どん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 ね、この作品好きになってるんですけど、世田会社動画工房っていうところね、前期推しの声やった世田会社ですから、そういう意味でもね、国内もっと注目度高くてもいいのかなとも思ってます。まあ、海外人気もね、高く6位となってます。第7位が、天内理子ちゃん。可愛いですね。可愛いっす。はい。はい。今回にしますか。ね。はい。非常に可愛いですね。はい。第8位が、これさ、ライザっていうの、これ、名前だと思ったんだけどさ、これ、ライザリン・シュタウト、ちょっと待って。ライザリン・シュタウトっていうの本名なんで。全然それ分かってなかったんだけど、ライザね。8位というところで。まあ、ライザのアトリエとかはね、海外、アニメとのランキングが1回も入ってなかったぐらいに今日やと思います。キャラ人気入ってきたというところで、ね、なってます。第9位が、リンドはちょっとこれはびっくりだな。可愛いですね。可愛いですね。
いや、非常にキャラクターですね。アメトガール・マダファルスも、ね、非常にキャラ人気も高い、キャラ人気じゃないわ、作品人気も高いね、海外人気も高い作品ですけども、リンドアイが9位にランクインしてきてるということですね。第10位が、これがね、アン・ハルフォードという子ね、シュガーアップル・フェアリテールですね、2クール目というのがやってますけど、まあ、非常に面白い話も聞いてますけども、10位にランクインというところになってましてね、今回ね、アニメトレンディングこれ、一作品一キャラとしか入んなかったっていう、これ珍しいっすね。結構ね、アニメトレーニングも人気作品が普通に3キャラとかバンって入ってくるランキングなんですけど、僕はね、いつも個人的ランキングの時は各作品1キャラまでみたいに勝手に縛り付けてますけど、そうだよね、2キャラ入ってるのが一つもないっていう、珍しいっすねこれ。どうなってくるの最終的にね。うん、ちょっとこれ読めないっすね、本気全く。ね、前期だったらね、まあなんか推しの子の、ね、ジュストちゃんかアカネちゃんだろうみたいな感じあったんですけど、うん、というとこでみよちゃんが1位という子、ね、これちょっとまあびっくりとはびっくりですよね、これね。はい、おめでとうございます。はい、やっぱラブコメ強いですよね、こう見てもね。堀宮、カノカリ、スキメが、まあ白星城もかラブコメなのかな、これはね。シュガーアップルもまあ恋愛ものだと思いますけど、恋愛ものじゃないのかあれ。はい、というとこで、なってました、女性キャラ。はい、では続いて、男性キャラもトップ10紹介していきたいと思います。男性キャラもトップ10、それがこちらというとおり、五条先生1位。さすがやな、五条さんクソかかったからね、まあ、1位、まあ、それはまあそうだろうっていう感じもしますが、で2位がねすごくてね、工藤清がね、やっぱワタコン人気もすごくて、まあ、僕ねこの工藤くんマジ好きだわ、もうマジこのキャラかっけえと思って、見てますけどね。うん、っていうとこで、まさかのね、まさかっていうのか、呪術はねやっぱ五条ゲトで1位2位なのかなと思ってたら、ここに工藤くんが割って入ってくるっていうとこで、まあある種ね五条ゲトで割れたんかもしれないね。ワタコンだったらやっぱね今のところは清川くん一択なのかなと思ってますけれども、うん、っていう中ですけどね、いや、素晴らしいですね、ワタコンね。非常に人気という子で、まさか呪術廻戦にこう渡り合っているというところでね、なってますけど。はい。で、まあ、放送延期の時はもう、この工藤君がずっと1位な気もしますよね。はい。放送延期ってやってない時ね。第4位が天童明で、ゾンエムアップ人気ですよね。明入ってきたというところで4位、ランクインしてます。第5位が宮村泉という子ね、宮村くん、入ってきましたというで、堀宮ね、主人公というところで、まあ、彼もやっぱね、堀宮の作品もやっぱ海外人気も高いのかなって思ってきますけども、5位ランクイン。第6位、ルーデウス・グレラって子ね。いいですな。乗り越えてほしいよね。立ち上がってほしいですよね。いや、ルーデウスマジでいいなぁ。もう。どんどんね、こう人間味あふれるこの無職転生たまんねんですけど、6位ランクインしてます。はい。第7位が伏黒統治というパパグロですね。パパグロもまたね、敵キャラながら魅力がすごかったというところで7位と、呪術廻戦すごいね、さすがの3キロ入ってきてますね。で、第8位が小村くん入ってんじゃん。あ、スキメが人気ですけどね。小村くんどうですか、オーバーリアクションつくみたいな、あれ、皆さんどうですか。もう僕はね、嫌じゃないですけどね。はい。ちょっと変態っぽいけど。あ、違う、違う。第9位が、龍崎健一郎。お、ゾーン客も2人入ってきてますね。というところね。ゾーン客やっぱ人気ですね、海外ね。はい。というところで。彼もね、なかなかまた2割面白くやってくれてましたけど、9位ランクインと。第10位が、新内津軽という子ね、アネットガール・マダーファルス。やっぱこれも人気ですね、というところで。結構ね、キャラ人気も入ってきた感じもしますけれども、呪術が3キャラ、ゾーン100が2キャラというところでね。まあ、結構アニメとしてはこういうこと多いんですけれども、やっぱゾーン100、呪術の人気とかね、非常に伺える、ところかなと思う中で、またこのね、主人公の工藤くんが2位に入ってきたというのが素晴らしいんじゃないかなと思います。はい。では最後ですね。2人組もんトップ10紹介して以上となります。2人組もん 第3週目トップ10、それがこちらというところで、清香美代ワタコンペア1位。いや、もうこれ1位だわ。もうすごかったもんね。もう最新はもう尊くて尊くて、はい、というところですけどね。まあ、どうなっていくのかっていうところで、まあ、異能要素に関してはね、やっぱ原作勢からいろいろ不安なことも聞いてるんですけど、ちょっとまあまあこればっかりは僕は結構期待してますけどね。はい、というところですが、ワタコンが1位獲得というところでね、ワタコン無双来るかというところでね、女性キャラも1位、男性キャラも2位で、2人組も1位ということで、すごいな、こうマジでめちゃくちゃ人気というところで、まあ、呪術がね、この2人組もんとか入りづらいとか、女性キャラも上に入りづらいとかはあるんで、あれですけど、もう本当、海外キャラ人気はナンバーワンレベルでいいんじゃないかっていう感じになってますけどね、素晴らしいね、2部門で1位取ってきたというところですね。はい。で、第2位が、泉京子というところでね、泉なんか名前みたいな。堀宮ね。やっぱこれめちゃくちゃいいよな。すごいよ。堀宮めっちゃ人気じゃん。ねえ、宮村くんと堀さん、めちゃくちゃ良かったね。なんか嫉妬のとことかさ、すげえ面白いですよ。マジで堀宮ピース、たまんねえです。はい。で、3位が、楓愛で小村くんと美恵ちゃん。
いいんじゃないですか、いいんじゃないですか。はい、3位と。第4位がローレンスとセシリアちゃんという子ね。これもいいですね。セシリアちゃん可愛いんだけど、ローレンスがまた面白くてね、なんかローレンスのこの噛み合わなさとね、結構いいですね。はい、いい感じです。はい、第4位が、シャル・アンネ、シャルでいいな、これ読み方、というアンか。で、これシュガープルフェアリテール人気ですね。これ確かね、ワンクール目とか入ってて、2クール目こんだけ入ってくる、すごいですね。第6位が正宗秋という子ね。まあ、サムネクリメッジ超盛り上がってるで、マジで。うん、ってとこで6位というとこ。これ見てほしいな。第7位が、デューク・アリスというところでね。デューク坊ちゃんとね、アリスという。死神坊ちゃんもいいですよね。7位入ってきました。第8位が、たくましおりという子ね。うちの時代先、うちの会社の小さい先輩の話かな。というところね。もうこっちじゃなくて、僕は早川さんの主任の推しなんですけれども、8位に入ってきた。第9位がカズヤ・チズルという子ね。9位か。もうちょい上でもいい気がするけどね。ね、ここも素晴らしい。え、9位と。第10位がオリバー・ナナオという子ね。ナナオ映画してますね。ナナ妻という子で。結構エグい作品なんだなっていうのをね、4話で体感しましたけどもね、ここからどうなるのかというところね。うまくいったら盛り上がりそうな気がしてきたというところで、オリバー・ナナオでナナ妻から入ってきましたというところで、わたこまなど3冠達、3冠じゃねえわ。2冠達成でございます。おめでとうございます。はーい。という感じで、今回の本気2023年夏アニメ第3週目、始まってから第1回目ですね。こちらの海外キャラクター人気と各トップの紹介は以上となります。今週はありがとうございました。皆さんどうでした？また皆さん、各ランチに対する感想、ご意見、また皆さんお叱りなんかもコメントお待ちしてますというところなんですけど、やっぱ呪術がね、やっぱ動画でも強いんですけれど、もう男性キャラも3キャラ入ってきたというところですけど、2人組の女性キャラもなかなか入りづらいっていうところもあってですね、まあ、そこにやっぱ見る総合的にはやっぱワタコンが一番人気なのかっていうのが見えてくるというところですね。このワタコン人気がすごいぞという中で、まあ、ゾン100も非常に人気なんですけど、ゾン100はね、さすがに絡みが少なすぎたのか、2人組に入ってこなかったというところでしたけどね。まあ別に入ってきていいんですけどね、アキラとケンイチローがね、入ってきていいかなと思いますけどね。はい、っていうところですけれども。はい。まあ、ワタコンゾン100人気が見えた中で、無職も入ってこなかったのか。まあ、まだこっからかな。ルーテルスとサラちゃんは入ってこなかったか。はい。というところね。ブリーチとかも入ってこないね。どうしちゃったんだ？ブリーチなんで入ってきてんだ？対象じゃないか、お前。うん。あとは意外なとこで言ったら、まあでも、やっぱ人気タイトルが大体入ってますね。ブンストとか、まあ、ブンストアニメトレーニングがほぼ入ってこないか、いつも。スパイ教室どうしったんですか？スパイ教室ね、一気に結構入ってましたよ、序盤は確か。はい。で、あ、まあでも、露見とか、まあでも、結構妥当っちゃ妥当かもしんないね。ライアーライアーとか、実オレとか、入っていいんですよ。キャラ可愛いですよ。はい。というところでね、まあまあ、割と王道の中でね、こう、ワタコンが強かったなっていうところに、ね、なりましたから、今後どうなるのか、非常に。楽しみでございます。はい。ということで、ね、今回の動画は以上となります。また、さっきも冒頭に見ましたけど、個人的可愛いキャランキングなんかもね、まあ、どうだろうな、8月中にあげようかなと思ってますけど、あげますし、その前に主題歌ランキングもね、今回こそ上げさせていただきますんで、まさにお楽しみ、お待ちいただきました。最後です。これを機に、チャンネル登録をよろしくお願いします。ということで、今回の動画は以上となります。最後までご視聴ありがとうございました。